チャナクロイスラスター肉体改造計画ということで、はい、まあ、夏制します動画の中の一部でです。どうした、怖い。夏の大改造計画と言いますと、何ですか？ダイエットです。ダイエットするということで、まあ、なんかみんなの目標、各目標がまあダイエットやったんで、まあ、企画にしちゃおうということで、はいはい、まあ、今の体重を測りまして、はいはい、そこからこういう感じで僕は痩せていくよというのを見せていこうじゃないかと。なるほど。結果発表もしたいんですよ、また別の動画で、なるほど。でそれがまあ登校日8月末ぐらいやから、郁恵さん、なるほどなるほど、今からダイエットしていただこうかなと。なるほど。どれだけ痩せれるかというか、そうですね、体変えれるかっていうところですね。はい、罰ゲームとかも決めたいです。なんかこれってなんか有利不利あると思うんですよ。どっちかというと痩せ方であるクリス君、リク君とかが納得してくれる。いやデブいな。えデブないよ、めっちゃ腕細いよ俺、スラッとして。いやここ何がやねん、デブやねんか。もう俺は罰ゲームの覚悟はもうできてます。だから罰ゲームをこっち3人で考えたらいいんじゃん。さっき終わってない時にそんなんどうすかみたいな食いつけて、俺全然勝てんでみたいなのは言ってたね。私は48キロもう残らんてお前。残す気ないんで、クリスの罰ゲーム考えよう。お願いします。ガーラ生活2年。はいはい、評価。砂手持ち、砂まみれ、砂まみれ。いいの、ボケたら砂漠中知るやん。いいの、しゃあないか、しゃあないわ。その八月の動画って結構結果発表だけやったりもするから、その最後に罰ゲーム載せてもいいなと思うんです。あー、なるほど。だからジム行くならそのまま、まあ腕立て100回しましょうか。じゃあ、いや全然俺になってるけど、こっちはサラサラ負ける気はないですらしいから。なるほど。まあそこは確かに。どれだけ今の体重から減ったかっていう、はい、まずいきましょうか。はい、今の体重を測っていきましょう。いきましょう。せーの、笑う角には福来たね。では、はい、もうクリスからいき、いいですか。うん、いきます。どれだけらしい飯跡や。よっしゃ、 61.6。 なるほど。64.6 でした。はい、67.8。 はい、なるほど。77.8。なるほど。はい、はい、ということで、はい、ここからはまあ作戦というか、発表してもらって、うん、もうおのおのサンしてもらったら、サン。じゃあクリスから。僕はね、半身浴兼サウナ。あー、なるほど。これで基礎代謝向上。なるほど。もう生きてるだけで丸儲け。サハーありがとうございました。それによって血流がバーって上がって、うん、基礎代謝が上がるって言われてる。サウナとか、うん、半身浴っていうのは痩せんねん、あれな。そうそう、なるほど、なるほど。食事は増やさない。じゃあもう必然的に下がっていくっていう。なるほど、なるほど。これでいき、僕はもう筋トレですね。うん、筋トレと、まあ、食事も気をつけながらの筋トレ、はい、発動量増やして食事気をつけたらもう一気にストーン落ちそうなんで。確かに、うん、50代目指したいですね。5キロぐらいは減らしたいな。それって健康なん？よくないと思う。もう減らしていこうか。はい、はい、まあ、まあ、できるよ。僕は夏にサーフィン行くので、うん、そこで痩せるかな。であれってむっちゃ肩回すから、うん、むっちゃ痩せるんよ。ああ、とはもう今も継続的にご飯はそのあんま取ってない、うん、食事制限。そうそうそう、大事な制限しつつサーフィン運動。そうやね、なるほど。はい、お前は。おい俺は、うん、ランニングします。あー、出た。基礎、もう知ってるんすよ、もう前やってるんで。はい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 、そっか。走ったら痩せる、やっぱ一番、うん、一番痩せる。へえ。痩せすぎて気持ち悪くなってたからなってたなだからもう1時間ぐらい毎日走ったら、うん、まあおのずと勝利は見えてくるから。まあそれ強い。今77ぐらい。7.8でしたね。どんぐらいまでいくんですか。70では痛いかよけど、うん、ああなるほどね。勝負は、まあ、勝負なんで、うん、60。勝てる。1ヶ月半。1ヶ月半で60。えぐいぞ。勝てるってお前は。じゃあそのおのおのの目標に向かって、はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。せーの、チャリチャリ。おはようございます。ということで、夏大改造企画、クリス・ガーラでございます。拍手は右手だけを動かすタイプでございます。オープニングを撮ったとこがちょっと時間が経ちまして、2週間ぐらい経ったのかな。今のね、日付が7月20日。
あともうほんま1ヶ月ちょうどぐらいで多分結果発表まで行くと思うんですけども、ね、ちょっと見ていただこうか。どうですか、ちょっと痩せたな感ない？あれからね、2週間経って昨日かな、ちょうど体重測ったら 59.4 まで落ちてたんです。1キロ強化ぐらい、痩せることに成功してます。2週間で2キロ、1週間1キロ痩せてる計算でした。これね、1個原因がありまして、しっかりと痩せた。僕ね、現在ね、66.6 平熱です。くそ、さっきまで熱あったのに。ちょっとここ2、3日ずっと熱が続いてまして、その熱でちょっとダウンしてて、食事をまともにとってなかったりとかいろいろあって、まず1個目のダイエットである体調不良ダイエットっていうのをやらさせてもらって成功してます。こっから先半身浴行きたいと思いますんで、今からちょっとまあ今風呂沸かしてますんでね、それに入って体調を整えていこうかなと思います。そんなしんどいのに頑張ってて偉いね、コメントどうぞやってください。じゃあ半身浴入っていきたいと思います。入浴していきたいと思います。いいですね、人生で半身浴をやったことはないんですけどね、今回初めてということで、約30分間から1時間使うというのが半身浴みたいです。推しとお風呂のように使っていいよ。このまあお風呂場での思い出話しましょうか。一つ、小学校2年の時ですね、学校でうんちをするのがかっこ悪いっていう風潮があるじゃないですか。まあもうまさにそれやって、学校でうんちをしたら覗かれる、冷やかされるみたいなのがあったので、どうにか一日うんこをせずにその日を乗り切るっていう日々を過ごしてた期間があったんですけど、もうどうしても一日もう無理かもっていう時があって、でもまあ帰り道まではたどり着けてるけど、もう歩かれへんぐらいの我慢をしてる時があって、で家もうちょいであと 100m で止めるときに、ちょっともうプリッと出ちゃったんですよ、うんち漏らしを。ここまで出たらもう逆に家たどり着けるわって思って、家たどり着いて何を思ったのか、僕はトイレに行かずに風呂に全部うんこをぶちまけましたね。それが高校生、その証拠を親にバレないようにとか隠滅しないといけないっていうので、取って捨てるとかじゃなく、排水口にそのまま流そう、シャワジャーってやったら案の定うんこが詰まって、で、もうしょうがない、親が帰ってくるの待とうということで、親が帰ってきて1時間ぐらいなんかうんこ詰まってるのを直してくれましたね。そんな思い出がいっぱい詰まってるお風呂でございます。じゃあまあ30分ぐらい使っていきましょうか。はい、ということで入浴終わりました。お付き合いいただきありがとうございます。結果発表いきましょうよ。見とけよ、36.9 平熱。はい、じゃあまた1ヶ月後会いましょう。あしょ、どうもリクでございます。今日はねリクがどんな感じで、ダイエットに励んでいるのかというところをお見せしようかな。まあ今日はもういつも通り筋トレをしていこうかなと思います。現在時刻夜の12時ぐらいかな、撮影が終わり帰ってきました。早速夜も深いので筋トレに行こうかなと思います。行きましょう。 Fuck you, bitch! Fuck you! 今からジムの方に行ってこようかなと思います。まあね、結構ジム歴は長いというか、もうしばらくやってなかったんでね、お腹もブヨブヨ状態なんですけども、まあもうまたやり始めてちょっとまあ火がついたところなので、結構筋トレはなんかリフレッシュというか
うん、楽しみで結構やれてるかなっていう感覚ですね。まあ結構ね、トレーニングをやってきたつもりではいるので、なんか痩せたいなーとかっていう男女ともにね、いらっしゃったら、まあ僕のメニューとかっていうのを結構参考にしてもらったらいいかなと思います。じゃあ、行きましょう。それで今から筋トレをやっていこうかなと思います。今日はまあ背中の日、まあ、背中やっていこうかなと思うんで、まあ、まずは懸垂から。まあ懸垂できない人もね、まあ、こうやってやら、いいよみたいなのはアドバイスできますので、まあ、まずは僕の懸垂見てください。ああ、今日はもう、はい、全部やったんで、帰ろうかなと思います。これ続けてると絶対疲れると思うんで、食事ね、まあ、食事はね、また明日一日、どんな食事とってるのかっていうのは、見せたいと思うんで。デイ2ということで、今日は、ご飯紹介ですね。バナナ、もうね、朝は大体バナナとプロテインですね。うん、撮影なんですけど、夜ご飯が多分ラーメンになると思われますので、まあ減量中の俺からしたらすごい天敵なんですけど、できるだけ1日のカロリー摂取を朝昼と控えていれば、まあそこまで問題なく食べれるかなと。はい、ただいまということでですね、今日も1日が終わってしまいまして、昼ご飯とか紹介できたらよかったんで、昼ご飯こちらです。はい、だいたいサラダと胸肉で、晩ご飯は企画で言ってた通りラーメン食べ行って、そっから帰ってきて、寝る前にプロテイン一杯だけ、まあこれを続けていきながら8月末あたりに多分動画が出るのかな、再開は避けたいなと思いつつも頑張っていきます。はい、あつやです。今走ってるんですけど、雨ちょっとやばいって。俺がランニング始めようと思ったら雨です。外出て走ってたら大雨。なんでなんでなんで。まあサーフィンやろうかなと思ったんですけど、まあ波とかの影響で海に行けなかったんですよ。波がなくてですね。で、僕はちょっとスポーツ全般で痩せていこうかなと思います。まあ今日はスポーツ全般するにあたって何しようかなって考えたら、まずスケボーね、で、ランニング、やろうと思ってたけど雨やから、まあゴルフって意外とむちゃくちゃ汗かくんです。とりあえず汗かかないといけないということで、まあ雨なんで一回ゴルフ行きます。今日は地元の友達、なりくんと一緒に来てます。で、これ、なりくんのクラブです。めっちゃいい。クリスのクラブがあかんかったことあるな。あ、それはあると思う。50球ぐらい打ったんですけど、もうすでに、見えるかな？汗だくです。はい。じゃあまあ、ここであと84球あるんで、84球。打って次はまあランニングとか行きたいなと思うんですけれども、ちょっとナリのやつを見せようか。最高スコア何ぼやったっけ？88。クリスよりかはうまいんだな。あー、まあ
じゃあちょっとクリスよりうまいやつ見せてくれる？あ、うまい。あ、うまい。むっちゃうまいな。いや、うまいショット。あ、いいやん。あ、綺麗。これやばい。今のやばい。もう一発出したら気持ちいいな。あ、いいやん。雨やけどむっちゃ、まあちょっとは見えると思う。はい、ということで僕はこれから、まあ雨が止めばランニングして、まあスケボーとかやろうかなと思います。こんにちは、どうも、チャラです。今ちょっと走ってるんですけど、今日はまず30分のランニングから始めていくのが、今日から始めていくんですけどね、まあ、後々1時間みたいな感じで目指していくかなって思ってます。で、まあ僕一回ダイエット企画やったんですけども、あっちやと対決みたいなやつね。まだ5分しか走ってないです。今回はその時の反省も兼ねて、走るだけじゃなく筋トレとかもちょっとしていこうかなと思ってます。食事とね、その辺も含めて、まあ今日でちょっとご紹介できたらいいかなと思います。ということで、あと25分ぐらいあるんで走っていきたいと思います。まあね、だいたいこんな感じで30分走ります。はい、走り終わりましたね。はい、ということで、じゃあこっから筋トレしていきたいと思います。代謝上げていったら痩せやすい体になるんで、このダイエット終わった後もあのリバウンドしにくいかなっていうので、そういう体作りを目指していきたいと思います。じゃあやっていきます。いやきつい、やっぱりやっぱきついっすわ、あそこ。いやきつい。ここ早送りでお願いします。で、ここだな。はい、100回ラストいきます。オッケー、やっばガチやばいっすわ。100回ずっと罰ゲームでもやってたんですけど、やばいっすねこれ。僕絶対痩せるんで、ここで腕立て伏せしていきたいと思います。よし、いきます。これでだいたい早送りお願いします。早送りしてください、ここ。ここ早送りです。 OK、 じゃあこれでラスト。よし、ラストスコア。マジ腕プルプルも見て、これほら、うわやばい、行くぜ。 OK。 はい、ということで、まあこんな感じでだいたい筋トレをやっていこうかなと思います。ランニング行って筋トレ、ランニングで挟むか、もう毎日やろうか、最後の方全部やった方がいいかもしれないですけど、まあ、もう一つ食事、ここ一番大事なんですよ、ダイエットで。大体みんなこう糖質制限とかやってるでしょ、ああいう感じですね。それを僕もやっていきたいなと、食事制限をねやっていきたいと思います。はい、ということで、彼女が、手料理作ってくれるんですけど、まあなんか初日なんで、まあなんかお店で食おうかなと思って、でちょっと見てください。まあお肉って太らないんですよ、正直。炭水化物が取るだけなんで、今日は全然そんなんじゃなくて、お肉をメインで食べに来ました。じゃあ早速焼けてんのでいただきたいと思います。うま、
うまいな。美味しい。美味しそう。うまい。やばい。米食わんかったら太らないんで、全然お肉だけで頑張れます。はい。だからね、こっからはまあ本当に彼女と二人三脚でダイエット頑張っていこうなと思います。オッケー。うん。小走りやめて。その小走りやめて。あいつ。お前もう吐くやつの小走りやんけ。あいつギブアップなってまうぞ。吐いたら終わるやぞ。何何何今の声。猫死んだ今。喉の中で猫死んでた今。絶対無理や。絶対無理。俺この抑えられ。なんか顔色悪なってもう。絶対無理や。危ない危ない。オッケー耐えろ。立ち上がれ。いける。立ち上がれ。頑張れ。あーずや。あー怖い怖い。クリス来るな。諦めんな。クリス来るな。あかん。危ない。やばい。お前らだけも逃げろ。あつやギブアップです。こんな姿見てられん。ヤムチャみたいな。あかんやったか。男なら誰かのために強くなれ。ありがとう。声帯も出てる。ありがとう。それ喉入ってないか。口元は映しません。ありがとう。